さあ今回も始まりました車遊びマックス。今日はですね、郊外にちょっと来ております。あれ、そういえばアンダーエイジの2人がね、この間ちょっと飲みすぎましたけども、今日呼んでない。あ、そうですか。じゃあ私が今日はお届けしますので、はい、じゃあ今日はここからお願いします。車遊びコンセプトプログラム、車遊びマックス。この番組は N スステージグループとご覧の各社の提供でお送りします。今回の車遊びマックスは N スステージが雑誌アウトドアアソビークルさんの取材を受けると聞きつけ、急遽撮影クルーを招集し取材先へ。アンダーエイジが不在のため矢浜社長がナビゲーターを務め、特別企画として釣りキャンプの魅力をたっぷり語っていただきます。はい、というわけで今日は釣りとキャンプということで、僕がね一人だとちょっと心細いので、釣りの達人をお呼びしております。横田さん、どうも。どうもどうもどうも、ごめんなさい、真っ暗ですけども、はいはい、すみません。いや本当にね、まあ寒いですが、寒いですよ、はい、なんかちょっとね急な寒波が来たみたいでね、まあ、昨日まで暖かかったんですけど、まあ、でもね、こういうのは大人の遊びっていうのはね、寒くてもやんなきゃダメだから、ね、うん、解禁になりましたが、はいはいはい、はい、一緒に頑張りましょう。釣りの達人でございます。とんでございます、よろしくお願いします。今回ゲストで登場したのはチャップの愛称で親しまれる横田進氏。佐藤一郎氏のフィッシングギアブランドソウルズや三洋ナイロンのフィールドテスターを務め、東北を中心に全国で活動するトラウトルアー界のエキスパートなのです。はい、では今日はね、チャップさんこと横田進さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。寒いのに飲まなきゃやってらんないんですけど、ちょっと飲まないでやってらんない、ね、ちょっとね、ちょっといただいておりますけどもね、ちょっともうお湯割りにしました。はい、まあ、でもまだね、4度ぐらいありますから、はい、前回それこそ釣り東北さんのですね、はいはいはい、うちのキャンピングカーを使っていただいて青森岩手、はいはい、やりましたね、はいはいはい、ヤマメ長江、はい、チャップさんといえばね、トラウト、ヤマメ、うん、ね、チャップモデル、グランデっていう出てるぐらいですから、はい、ありがとうございます。この間ね、はいはい、借りてね、うちでメンバーで楽しんだっていう、はいはい、あれ、最高のあれだったんですよ、うん、それでね、車的に何がいいかっていうものをね、皆さんにちょっとお伝えしたいっていうのが一個あるんですよ、うん、というのはね、いやいや、基地、うん、ね、うん、いやいや、でかい、なんだっけ言って、デュカト、デュカト、はい、フィアトね、ね、はい、いや、あのデュカトで ね、うん、ね、そうなんですね、そうそう、最高なんです。本拠地を決め通りで、あれベースキャンプがね、あってね、そう、ベースキャンプ、そこからこうみんなで釣り行って、そうそうそう、まあこの、ね、お酒飲みながら、この夜、まあテントじゃなくて車で寝泊まりする、うん、まああとは、足が伸ばせて、うん、ちゃんと疲れが取れる。いや、ですね、これは絶対じゃないですか。うん、絶対条件で、うん、俺も前にキャンピングカー乗ってたんだけど、はい、疲れが取れるっていうのは、うん、いやいや、もう本当に足を伸ばして寝れるっていうのがね、うん、いやだ、キャンピングカーは他にない。ないですね。ない。トイレもあるし。そう。寒さもしのげるし。やっぱりいいものはいいっていうのは分かりましたよ。ね、ストレスがないですよね。そう。でね、釣りに専念できる、はいはい、あんないいものはない、うん、はい、皆さんもねこれちょっと知っていただければね、やっぱり、うん、そのまあ、高価なものなので、なかなかねお買い求めになるっていうのはちょっと厳しいですけど、でもね、いや、これぐらいのものを全部セットしてもらって、いや、それぐらいの値段を払うっていうのはね、もうしょうがない話だから、まあまあ、なので我々はそういうね、うん、キャンピングカー、まあちょっとこうフィアットでね、いや、ちょっとかっこいい、こういう年に何回でもないわけですよ、はい、で今回ね、うん、でそのほら、だから青森岩手、はいはい、行った時にね、うん、もう周りからすごい反響なんですよ、でこれ超かっこいいね、完璧に大人の遊びを、ね、満喫してますよ、はい、かっこいいなっていうのとね、やっぱり格好もそうじゃないですか、
昔の釣り人ってなんかちょっと汚いイメージが多いんですけども、やっぱりね、なんかねガリガリ行くっていう、はいはいはい、スマートにこうおしゃれにみたいな、はい、とか欲しいじゃないですか。すいません、はい、俺もね昔ガリガリってタイプだったから、この頃ね分かります、いやこれはねやっぱりファッションもあるしスマートに行った方がいいんじゃねえかなっていうのがね非常にあって、はい、カーライフに新たな楽しみを提案する発信基地車遊びコンセプトパークでは、佐藤一郎氏プロデュースのフィッシングギア、ソウルズのアイテムが大充実。不可能を可能にする佐藤一郎氏の渾身のタックルをご購入いただけます。これからのフィッシングシーン、最高のギアとともに車遊びレンタカーで出かけてみませんか。皆様のお問い合わせお待ちしております。そっからね、あのジムに、はい、何でしたっけ、フィッシングマスター、はい、それ、はい、あのね、それがさ、最高だったんだよ、ね、フィッシングマスターで行きましたもんね、行った、まあ、ね、やっぱり今日もここもそうですけど、うんうん、なかなかのワインディングロードなんですよ。あのね、うん、ちょっとあのディカトでは奥に入っていけないから、うん、あのやっぱりフィッシングマスターで奥に入っていくっていうのが、はいはい、うね、いや本来の俺たちがやってる釣りの世界だから、うん、はい、なので、まあ、うん、ジムニーのフィッシングマスター、まあ、ソウルズのね、あの一郎さん監修してもらって、はいはいはい、車高が上がって、うん、走破性があって、まあ、おっしゃる通り山奥まで入っていけて、うん、なおかつ軽自動車であること。そう、エヌズリミテッドフィッシングマスターはリフトアップ、アルミホイール、タイヤなどエヌズリミテッドの標準装備に加え、ソウルズ防水シートカバーやトランクトレー、さらにロッドホルダーを装備した、まさにフィッシングフィールドで活躍する釣り手の視点でカスタムされたタフな一台なのです。なので、まあ、いろいろね、まあ、いろいろバンパーの形状だとか、はいはい、有効のそういうアプローチアングルだとか、はい、まあ、こういうね、あのモーグル行っても、矢幅さんも知ってる通り、俺たちがあの山を狙いに行くって言ったらさ、絶対ダートなんですよ。アクロで絶対に そういうとこ行かなきゃならないから、あのね、車高が高くないと使い物にならないですよ、はい、まるっきり、まあ、我々ね、はい、あの雪国じゃないですか、はいはいはい、やっぱり冬もそういう車高が上がったのって、ね、本当はこう雪かきしなきゃ出れないところぶって出れるわけです。そう、まあ、それもね、理にかなってるし、冬も夏も遊びも釣りも使えるっていうところが多分、いや、受けてる証拠じゃないですかね。はい、ソウルズ代表佐藤一郎氏監修、エヌズリミテッドフィッシングマスター by ソウルズ、エヌズステージがプロデュースするオリジナルカスタムモデルエヌズリミテッドとフィッシングツールブランドソウルズのコラボレーションカスタムが実現。本物のアウトドアライフを追求した究極のシリーズが誕生。魂を焦がせフィッシングマスター。まあ、ちょうど3月1日から岩手は解禁になって、こういう車、まあ、我々ジムニーとかエブリーとか、あのソウルズのフィッシングマスターをリリースさせてもらってるんですけども、はい、実際朝来てもいいんだよのっていう感じなんですけど、釣りはね、うん、朝一で、まあ、朝まずめ、まあ、まず寒いからあれですけど、はいはいはい、もういや釣りだけに関したらね、いや朝でいいよっていう感じなんで、うん、いやだってね、音の遊びが待ってるんじゃないですか。そうですね、そうです、これがねやっぱりこのみんなで集まってワイワイガヤガヤやりながらの、はい、ちょっと今俺ね、はい、結構あの気分がね高揚してるんですよ。あ、そうですか。いやいや、マジでね、うん、だって男の遊びって、うん、いや俺的ですよ、はいはい、俺的に言って男の遊びってさ、はい、車、はい、酒、はい、釣りでしょ。いやいやいや、いや女ってくるから、いやいや釣りね、はいはい、それをあなた、あのね、いやいや、それをあなた、あのね、いやいや、そこは違う、はいはい、そこは違うんだよ、はい、あのね、マジで、はい、俺ってこの遊びってね大好き。この間のね、あのあれいいかったんだよ、あの、うん、だから青森岩手の、うん、あの山目の標高のね、うん、いや、ちょっと待って、撮ったのよ俺、39、34撮ったのよ、あのね、そうですね、内容なかなかあんなの、あのプロと言われる方々は、まあ、あのソウルズの、まあ、紹介あったように、あのフィールドスタッフ、テスターですね、要するにね、はい、
っぱね、1回の調光でつるん、これがやっぱね、すごいなと思います。まあでもたまたまなんですけど、いやいやいや、でもね、すいません、はい、たまたまでもかければすごいですよ。すごいですね。ねえ、39センチ。そうそう、たまたまでもかけれない人いっぱいいますからね、はいはいはい、たまたまかけたのがすごいっていう、はい、オルは1本ですからね、はい。で、俺今日ね、もう一個付け加えていいですか、はい、ね、いや、あなたのさ、料理作る、はい、料理率先していってんじゃない、まあまあ、これがすっげーと、やっぱね、これはもうおもてなしの心ですよ、今日俺ね、キャンプを企画したもののおもてなしの心です、はい、俺ね、ちょっと俺感動しました。すかね、いや、マジで、やっぱね、発射の影響を養うという、はい、なのでね、こういうところに来て、それぞれが、ね、フィッシングマスターで集まって、はい、ベースキャンプがあって、はい、でそこからまた、ね、明日の朝こう朝光に行って、ね、え、でかいヤマメを釣って、明日の朝が大変なんだけど、まあこれから、まあ、シーズンなので、今日は、はい、ロケ、まあ、雑誌の、ね、ロケもあったし、チャップさんにちょっと、ね、来ていただいて、ありがとうございます。本当に、ね、いや、今日は光栄でございます。選んでいただいて、はい、またね、まあ、米代もがもう始まりますから。そうですね、桜マス、いや、 そ、はい、そこはちょっともちろんね、ちょっとお願いします。お師匠さんですか。勝負でいきますか。勝負で、はい、車遊びマーク、今日はいろいろとですね、さまざまいいお話を聞かせていただきます。本当にありがとうございます。とんでもございません。いやいや、ここまで逆にね、して逆に このね、味わった俺の方がでかいですよ。はい、ありがとうございます。本当に、まあ、ちょっともう今日はね、夜も更けましたので、そうですね、このままでもさ、あそこのベッド使って頑張る。それがね、すごいですよね、はい、これって本当快適だと思う、はい、ぜひ皆さんもよろしくお願いします。いやいや、絶対ですよ。キャンプをより快適に、フィッシングライフをより快適に、あなたもフィッシングマスター、そしてキャンピングカーで大人の車遊びを楽しんでみてはいかがですか。次週、釣りキャンプ第2弾、まだ寒さの残る中、3月より解禁になった岩手の渓流にチャレンジします。車遊びコンセプトプログラム、車遊びマークス、次回もお楽しみに。